人を見るときどんなところに見ようとしますか？フィーリング見た方がいいです。一番大切なのってフィーリングだと思うんですよ。恋愛とかもタイミングとかフィーリングだと思うんですけど、基本的に価値観が合わない人とずっと一緒にビジネスパートナーとして従業員として雇っていくのって非常に難しいんですよね。例えばお金の価値観であったりだとか、時間の価値観であったりだとか、何を重視するのかとか、例えば働きやすさを重視するのか、それともお金儲けっていう部分に特化した働き方をしたいのか、それとも人間関係がごたごたするのが嫌だからとか言って、いろんな働き方あると思うんですけど、やっぱり同じ志同士ですね、仲間っていうよりかは同じ志をした仲間じゃないと絶対どっかでズレが出てくると思うんで、そこを意識してやった方がいいと思います。だから自分のこの価値観を話した方がいいと思います。それは結構大事かなと、少なくとも僕はそこを意識してやるようにしてます。